どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ドットマネーモールって皆さん知ってます？今ね、ANAマイルを、貯めるルートとして、ソラチカルートがね、ソラチカラインルートが今年の12月27日で、閉鎖ということで、今後はね、東急ルートっていう、各ポイントサイトからドットマネーを通して、東急ポイントで ANA マイルっていうルートになりますけども、それのドットマネーっていうポイントサイト、アメーバブログとか、アメーバ TV とかで有名な、サイバーエージェントがね、運営している、ポイントサイトなんですけども、そこにね、ドットマネーモールっていう、ドットマネーを貯める、ポイントサイトのモールがあるんですけども、そこにね、月額コンテンツっていうのがあるんですよね。月額コンテンツ。皆さん知ってますか？これがですね、怪しいんですよね。怪しいんですよ。これがですね、このコンテンツはどういうコンテンツかというと、月掛け、月のね、コンテンツっていうことで、今10月ですよね。今10月で、今このコンテンツを、これ、スマホ版、ドットマネーモールね、スマホでしかね、ないサービスなんですけども、ドットマネーモールの、スマホ版で見ていただくと出てくるんですけども、その月の月掛けのコンテンツなんで、10月、これ29日に撮影してるんですけども、今29日に登録すると、今お金を1回払って、その代わりポイントがもらえる。で、29日なんで11月になっちゃいますよね、2日ぐらいしたら。そうするとまた再課金されるっていう、コンテンツで、これは何が怪しいかっていうと、5000円ぐらいから、3000円ぐらいかな ?3000 円ぐらいから5万とかね、そのぐらい結構でかい幅のコンテンツがあるんですけども、仮に1万円のコンテンツを購入したとして、購入しますよね。1万円のコンテンツ。そうすると、1万円分のポイントがもらえるんですよ。1万円分のものを購入して、1万円分も、1万ポイント、1万円分のポイントがもらえるんですよね。それが月額コンテンツ。月額コンテンツでいいのかな。っていうサービスなんですよね。これはどういうことかというと、これ基本的に解約忘れを狙ってる案件だと、個人的には思ってるんですけども、今10月で、1万円で、支払ってコンテンツを購入する。その代わり、購入すると1万円分のポイントをあげます。つって1万円分もらえますよね。で、11月になるまでに、その案件をね、解約。月額コンテンツなんで、1回登録すると解約までしなきゃいけないんですよね。解約しないと翌日も、課金されてしまうサービスなんで、ですんで、その場で、解約しないと、そのままね、11月もまた1万円取られるっていうことで、10月にやった分は1万円払って1万円分もポイントもらえますけども、11月はポイントもらえないんで、人のね、解約忘れを多分狙ってる案件なんじゃないかなって思うんですけども、そんな感じでね、買った分のポイントがもらえたりするんですよね。怪しいですね。で、結構これ有名なんですよね。で、私も何度かやったことがあって、私はトラブルもなくね、買って、その分のポイントをもらって、解約してみたいな。で、このコンテンツ何がすごいかっていうと、月の初めの、12時から10分ぐらい、10分から2、30分ぐらいの間で、一気にね、本来1万円分払うと1万円分のポイントっていう話でしたけども、これが、1万円分払って、1万1000円分とかね、1万2000円分とかね、100% をね、超える案件になったりもするんですよね。これが、このドットマネーの月額コンテンツの、旨味っていうんですかね。旨味。すごいところっていう感じですかね。で、もしね、これ興味があってやってみたいという方は、本当に自己責任でやってください。本当に怪しいんですよね、ちょっと。私も2回、2、3回やりましたけども、怪しいです。ポイントをもらえないってことはね、私は1回もなかったんで、ゼロでは、
私はなかったから良かったんですけども、これが 100% ゼロっていうのはね、ちょっとね、怪しいんで言い切れない。まあ結構やってる人多くて、もらえなかったっていう方はね、私は聞いたことないんですけども、もしかしたらいるかもしれないし、あと、解約。まあ先ほども言った通り、これは月額のコンテンツなんで、まあ10月中にやって、11月にまでに解約し忘れると2ヶ月分課金されますんで、まあ月の初めにやる分にはね、まあ1日から30日、31日まであるんで、まあ解約までにね、しばらく時間があるんで、まあ解約しやすいと思うんですけども、これがね、月の終わりとかにやっちゃうとね、本当に、2ヶ月分請求聞かねないんでね、絶対に月の終わりはやんないでくださいね。で、これをもしやって、まあ、ANA マイルを貯めるっていうことを考えるとですね、登録してポイントをもらえますよね。まあ、登録というか、まあ、支払いをしてポイントをもらえますよね。まあ、100% 案件で 110% 案件だったり、まあ、あると思うんですけども、登録して案件をこなす。そうすると、登録されている状態ですよね。ですんで、そのまま解約までしてくださいね。もしやろうっていう方は。絶対登録までしてそのまま一回放置して解約とかしないようにしてくださいね。これ忘れたら本当にもう一回同じ金額翌月取られちゃうんでね。なおかつ全てのねタイミングでスクリーンショットをね撮るようにしてくださいね。携帯のスクリーンショットでそれで証拠を残すっていう感じで、利用をするようにしてください。私もね 2,3 回やりましたけども、まあ、二つはね、そのまま普通にやって、そのまま大会画面で、そのまま大会できたんですけども、一つの会社だけね、お問い合わせ先の電話番号は書いてあるんですけども、そのサイト内に大会の画面ないんですよ。なんだこれと思って。大会できねえじゃんと思って、いやもうこれも電話するしかないなっていうことで、電話して。まあそしたら電話した先のオペレーター普通の方で、まあ解約受けたまわりましたみたいな感じで ID をね、伝えたら、すぐね、解約はしてもらえたから、まあ別に良かったんですけども、まあそういう、なんですか、トラブルがね、まああるかもしれないっていうのも念頭に入れて、各項目でね、スクリーンショットを撮って、まあもし利用する方はね、やってみていただけたらなと思います。で、これ何がすごいかっていうと、まあもちろんね、110% 案件っていうので、まあ5万円分買ったとして、消費税入れて5万5千円分。まあこれは5万5千分のポイントで出てたりとか、5万6千分のポイントで出てたりするんですけども、まあする、まあ、まあ仮に5万6千円分のポイントで出てたとすると、まあ単純に1000円得ですよね。5万5千分しか払ってないのに、5万6千分のポイントがもらえたら利益ですよね。プラス、まあ、この支払いっていうものは、クレジットカードなんですよね。ですんで、5万5千円分のクレジットカード会社のポイントももらえちゃうっていうものなんですよね。うん。まあ、そういう意味では、さらに、その、ポイントまでもらえるっていうのが、お得っていうところなんですよね。今、東急ルートで、ポイントサイトからドットマネー経由して、東急ポイントで ANA マイルっていう話をさせていただきましたけども、ドットマネーから、東急ポイントまでが月間で10万ポイントまで交換できるんですよね、10日で。まあ10万ポイントが10万東急ポイントにできるんですけども、これで、まあ極端な話ですけども、まあ一月に10万貯めたとして、この月額コンテンツで。で、それをそのまま東急ポイントに交換して、まあ、ANA マイルにすると1ヶ月で7万5千マイルが貯まることになるわけですよね。10万ポイント貯めることができればね。ってなるとですね、まあ、10万円しか払ってないですよね。まあちょっと消費税入るかもしれないですけども、まあ仮に10万円払ったとして、まあ7万5千マイルが手に入る。で、まあ、もともと5000マイルがあったりとか、まあ、あと1万マイルあったりとか、まあ、もともとね、マイル、自分のね、持ってるマイルがあったとしますよね。そうすると、本当に1ヶ月とか2ヶ月とかで、東京ニューヨークのビジネスクラス乗れちゃうんですよね。だからまあ、いろんな各方面のビジネスクラスがこれで取れるわけなんですよね。
現金でビジネスクラス取ると、まあ、30万とか50万とかね、40万とか結構高い金額知るじゃないですか。それが、まあ、10万円で済んじゃう。まあ、ちょっと時間はかかるけど。みたいな感じで、ANA マイルの、ANA マイルで利用できるビジネスクラスの現金の価格を、加味すると、まあ、ビジネスクラスを普通に取るよりかは、この月額コンテンツでポイントを貯めて、ANA マイルに交換して、まあ利用するっていう方が、まあはるかに、お金は安く済むわけですよね。まあですので、まあ新婚旅行とかね、まあ家族旅行もそうですけども、まあすぐに ANA マイルが2、3ヶ月以内に欲しいみたいな時は、まあこういう手法も、まあなしではないかなと思って、まあ今回紹介させていただきました。で、最後に注意事項なんですけども、このドットマネーの月額コンテンツっていうものは、初回だけポイントがもらえますっていうのと、まあ、再登録 OK っていうコンテンツ、まあ、あるんですよね。ですんで、そこだけ本当に気をつけてくださいね。ずっとやってて、この案件やったかどうかわかんないのに、再登録 OK じゃないものを、登録してしまった場合ですね、金だけ払うことになりますからね。本当にそれだけ気をつけてください。で、今回の動画はね、もうこんな感じで終わりたいなと思うんですけども、最後にね、もう一回言いますけども、こちらをやってみたいという方はね、ちょっとリスクが伴うかもしれないっていうことをね、頭に入れてもらって、自己責任でね、やってみることを、やってみてください。おすすめしますとは、まあ、私もまあ2、3回やって、今のところトラブルはね、そのお問い合わせ先は載ってなくて電話して解決したっていうだけなんで、まあ大丈夫だとは思うんですけども、まあ何かあった時にね、私も責任取ってあげれませんので、まあこういう、運用のしか、利用方法もあるよっていうことだけね、まあ皆さんにお伝えできればなと思って今回動画を撮らせていただきました。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。私のツイッターではですね、結構普段のことから普通のことまでつぶやいてますし、まあ、ANA マイルをね、貯める案件とかもね、まあ、つぶやいたりもしてますので、もしよかったらね、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、私のこの動画のチャンネルではですね、ANA マイル、ANA のこと、あとポイントサイトの運用で実際に ANA マイルを貯めていくやり方なんかもね、最近は紹介させていただいております。その他、クレジットカード、マリオットボンボイの宿泊レビュー、飛行機の搭乗レビューとお得情報と、クレジットカードの紹介、あと私の大好きな街のニューヨークも、紹介させていただいております。もしよかったらぜひ、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。